皆さんおはようございます2015年の12月5日土曜日朝6時平智之の報道ウォッチの時間ですこの番組は政治経済社会科学技術などさまざまな分野から一つのニュースを取り出して私平智之の考えを述べる番組ですいつも通り今日は何の日でありますけれども本日12月5日はですね ついこの前の2008年ですねの今日にホンダ技研工業があのレースのモーターレースの F1 から撤退を発表した日でありますでもうねこの F1 といいますとね世代によるんですがこのバブル絶頂1980年後半からバブルが崩壊してしばらくの1990年前半に至る。 この10年ぐらいの期間ねもうみんなあのフジテレビの深夜にかじりつくようにしてこの F1 を見てましたね当時はあのセナそしてプロストのこの同じチームのメンバーなのに時々接触をしながらですね抜きつ抜かれつのレースを演じていたあその深夜の富士を私ども見てましたねで,ですからこの2008年の F1 撤退というのはねその F1 世代にとっては まあ驚くべき、まあ、一つの時代の変わり目なのかなという思いを持って迎えたのを今でも思い出しますそしてもちろん瀬名、えー、が事故で亡くなりになったあそのレースももちろん私ども見てましたけれども、えー、大変つらい事件であった事故であったということを私どもも覚えておりますでさて、えー、今日のニュースですけれどもこの撤退ということに関して、えー、し少し考えてみたいんですね であのこれは12月4日のニュースで、えー、パソコンのです、ね、部門が日本の3社が、えー、あの統合することを交渉に入ったというニュースが出てました皆さんご覧になったでしょうか、えー、例の会計の問題で、えー、今リストラに入っているこの東芝のこのパソコン部門とそれから富士電機とそしてバイをですね でこれらの3社が1つになる今、交渉に入ったとでもし、この3社が1つになりますと日本の中では、えー、この NEC レノボを抜いてですね3割程度のシェアを誇る日本でナンバーワンになるということなんですけれども、まあ、実際、これよくよく中身を見てますとね先ほど少し申し上げましたが東芝としても今リストラクチャリングの最中でこの PC 部門をどうするか。えー おそらくは、まあ、非常に厳しい部門であるからこう外へ出すとそれからバイオはもともとソニーが外へ出した結果できた会社ですよねそして富士電機の方もこれあの要するに、えーえー、あこれは失礼しました富士電機ではなくて富士通でしたかね。 えあの富士電機をちょっと富士通に訂正してくださいで富士通もです、ね、あのいずれこの部門は赤字部門あるいはまあ採算の厳しい部門として、まあ、外へ出す計画をすでに発表しておられますので要は厳しい部門が3つが合わさってそして1つの大きなシェアを獲得してなんとかこう利益体質を向上させようというそういう経営統合の交渉なわけですね。 まあ実質上は何て言うんでしょうかねえ撤退戦略の一つの出口一つのまあ撤退戦略の一つの方向を示しているようなものであります。でえ果たしてうまくいくかどうかあの今全世界は当然あのヒューレッド・パッカードとかえあのデルですねそれからあのレノボがあってそれからあーこうエイサーがあってエイスースがあるというような形で。 あの今のところ日本企業がトップ5には私入ってないと思いますけれども、それぐらいやはりこう製造減価、資材調達でものすごくしのぎを削る厳しい戦いの中で、パソコンを作るメーカーが日本で生き残れるかどうかという非常に大きな端間域にいるのではないかと思います。で、このことを考えるとね、あの私はやっぱりどうしても思い出すのは松下電産ですよね。今パナソニックって言ってますが、当時。 松下幸之助王が、えー、あるいは昭和39年だったようですけれども今からもう50年以上前ですけれどもコンピューターの市場から撤退をすると経営の神様が発表したことも今でもあの思い出しますねあのも。もちろんその当時私は子供ですから小さい子供でしたからその発表自体を生で見てませんがなぜ松下電さんがパソコンコンピューターから撤退と。 えー、いうことなのかで当時やはりあの私自身もその後になっていろんな文献を読んで、えー、松下幸之助王がやっぱり先々を考えて、えー、本当に我が社にコンピューターがいるのかでその後パソコン市場というものが出来上がるわけですがそれでも癌としてですね、えー、その決定自体は先を読んで 考えるのだということをおっしゃっていたというのをいくつか読んだことがありますで、そのこの,の撤退の結果ですね、えー、この下等競争というものを松下幸之助王は読んでいたんではないかと今になって、えー、そのような考え方もできるかもしれませんね当時すでにもう7社ほどコンピューターが,がメーカーがこうひしめいていて日本国内でも で総合メーカーたる松下電さんがそういうところにしのぎを削って入らん方がいいというのがあのもし計算ならそろばんでいいじゃないかとおっしゃったという逸話もありますけれども、えー、しかし確かに現状それからもう50年経ってるわけですけれども半世紀を経てですねやはりその過藤競争の中で国内だけじゃなく世界的過藤競争の中で果たしてパソコンを持ち続けられるかどうかというのが この3者の統合に象徴されているわけであります。で、えー、撤退というところからしかしながらあの皆さんご存知ですかねパナソニックのパソコンであのタフブックっていうのがあるのご存知ですかね。あの米国の,あの軍隊ではもう御用達のようになっているパソコンでしてあのぜひネットでご存知ない方後でご覧いただくとあの20万から30万ぐらいで売ってると思うんですけれども。 あのえっと、1メートルぐららいいから落ととしても壊れないとそれからあの非常に高温高熱のところでもか,かなり大丈夫とそれからあの砂ですねこういうものとか水とかこういうものに強いので、えー、例えば建設現場の作業あるいはあこの砂漠にね展開する軍隊が持つようなパソコンの市場ではかなりシェアを誇っているようでありましてでこのおそらく 松下電さんがコンピューターから撤退した後あの私たちの目に触れる市場のパソコンというよりはむしろ非常に特化したパソコンの分野で実は世界の非常に大きなブランドを築き上げていると撤退が結果としてそのようなすごい優秀な商品を作り上げているということを一つ加えておきたいと思うんですねですから今回のこの三者統合があの量シェアを獲得することによって えー、既存のパソコン市場で生き残りをかけるのかあるいは非常にニッチなパナソニックのタフブックのように非常にニッチなマーケットに特化するそのパソコンに向かっていくのか私はその後者の方が、えー、面白みをもちろん感じるわけでありますけれどもで考えてみますとねあの リストラクチャリングってリストラっていうのはなんかこう人の,この雇用解雇の言葉のように思われることがよくあるんですがリストラクチャリングですから構造をを変変ええるるとととといいううここ組織ですのででで縮小もも拡大も両方リストラなんですですから例えば撤退を決めたこれまでの商品構成からは撤退するが全く違うその用途に向かって突き進んでいくというのもこれリストラなんです。 新しいい展開に向かっていくのはリストラなんですねで考えたら3.11で、えー、ドイツはあ2022年までに全ての原発を停止するということをメルケル首相が決定しましたその結果ドイツを代表する総合電機メーカーのこの,ーこのシーメンスがですね、えー、原発から撤退を言ったと。でしかし、えー、発電の中には当然、えー、タービンのブレードなどがありまして。 えー、蒸気のタービンブレードですねこれはこれからも作り続けていくわけでありまして新エネルギーの方向にシーメンスが持っていたエネルギー部門がずっとこう日中に特化していっている今最中でありまして将来花が開くかもしれませんこれ見事なリストラクチャリングの可能性を示していますあるいは思い出すと1990年代に、えー、アジア通貨危機以降で韓国に IMF が入りましたよね IMF の管理下に入った韓国の中で例えばサムスンはあもともと自動車も持っていたけれどもそれは破綻して今総合電気メーカー電子メーカーになってますよねで一方ヒュンダイも電気もやってたけどどっちかというとこう自動車の方にシフトするとより専門のよりニッチな方向にぐっと入っていくと、えー、いうことが IMF と韓国の結果起こっていったことであります。 もちろんこれから韓国経済また新しい方向を探っていくと思いますけれどもあの今、今日申し上げたいことは撤退が何か全部なくしてしまうということではなくてリストラクチャリングですから一旦こう下がるけれども違う方向にシーメンスが新エネルギーに向かうように当時のパナソニックがコンピューターをやめて今すごいニッチなパソコンで大きなシェアを誇っているように新しいそしてその マーケットなり商品の機能なり新しいところに進んでいくことの一つの可能性をこのリストラクチャリングというものが持っているのではないかで私自身はですから今日本が向かっている成長戦略もこの戦後のやっぱり70年のこの高度経済成長から低成長に向かっている産業構造のリストラクチャリングをやっているところなんですね。単に切り落としてあの 私たちがいつも思っているリストラではなくてですねディストラクチャリングをやらなければならない特化してものすごくシェアを持つある分野でシェアを持つものに特化していくという作戦もこの日本の成長戦略でぜひやっていただきたいその時には私はこの番組でいつも言うんですが大きな大きな総合商社よりはむしろ中小零細場合によっては職人さんの手元の非常に高付加価値な技術 手でしかできない技術も含めて、こういうものが活躍するんだということを最後に作ってい今日の番組といたします。また来週お会いしましょう。